教えて。ギャルゴちゃんは、鈴木健也による日本の漫画作品。ウェブサイト、コミコーカーにて2014年6月27日から、連載中。雑誌、スケールアビエーションにも番外編、映画も教えて。ギャルゴちゃんが連載中。ギャル、オタク、霊場の女子高生3人が織りなす日常漫画。教室内で女子の諸事情や、普段の日常生活、細かいところなど、 ガールズトークを繰り広げる話が大半を占め、クラスメートの男子とも絡み、趣味などで話が盛り上がるほか、出かけた先で周囲の人物との会話も繰り広げる、こういうトークシーンが多く盛り込まれている。基本的に1は完結方式で物語が進み、サブタイトルもって本当ですかという決まり文句になっている。ギャル風の女子高生、ギャル子、オタク風の女子高生、 おたこ、霊場風の女子高生、お嬢の三人は、あらゆる場所でガールズトークを繰り広げたり、クラスメイトや周辺の人物たちともちょっとした会話でも盛り上がる、日々を送ってゆく。ギャル語たちの担任教師である安倍旋などを除き、登場人物の名前はすべてその人の外見や、性格上の特徴を捉えて故障されている、もしくは自分で名乗るなどしているため、本名は不明。 原作では、ギャル語たちの高校名、年齢、学齢等に関しても不明だが、アニメ版によると、県立、高根高校の2年生とある、ギャルコグループ本作の中心人物たちで、彼女らが物語を進める役割を持つ、チャラ男グループギャル語たちの次に登場回数が多い。生徒ギャルコのクラスクラスの生徒数は30名以下の紹介の他にモブの生徒を含めて、 BD の第2巻のスペシャルブックレットに全員が紹介されている。先輩教師2016年1月より3月まで東京 MXBS11 のウルトラスーパーアニメタイム枠内をおよび ATX で放映された。ナレーションは野戸まみ子。2017年1月23日発売のコミックス第4巻特装版に OVA が収録された。聞かせて。 ギャルゴちゃんのタイトルで2016年1月11日から4月4日まで響きラジオステーションにて配信された。毎週月曜日更新。パーソナリティは脇安美、富田美優、高橋みなび。ありがとうございます。